リンカーン・ステフェンズ、リンカーン・ステフェンズは、アメリカの調査報道ジャーナリストで、20世紀初頭の革新主義時代におけるマックレーカーの一人、著書、都市の恥で地方政府の腐敗を暴いたことで知られる。リンカーン・ステフェンズは1866年、カリフォルニア州のサンフランシスコに生まれた。ビジネスマンであった父のジョセフ・ステフェンズは1887年に、 商人のアルバートがラキンからサクラメントの邸宅を買って一家で住んだ。邸宅は1903年にカリフォルニア州によって32,500ドルで買い取られ、知事工程となった。ビクトリアン様式の建築は幾分時代遅れであったものの、それでも邸宅は見事で立地も良く快適だったという。1880年代にはアルフレッドリーブ・リュアーが創設した。 米国製公会系の学校に通った。野心的なステフェンズはたびたび、ブルーアーの怒りに触れた。特に飲酒運転で逮捕された後には、ブルーアーの衛兵所に監禁され、限られた配給のみで22日間独房の中で過ごしたこともあった。バークレー校で学位を取得した後、ヨーロッパで哲学や倫理、歴史や科学を勉強するため、3年間留学させてもらえるよう、 父に頼み込んだ。こうしてヨーロッパに渡り、ライプツヒではビルヘルム・ブントの下で、またパリではジャンマル・タンシャルコーの下に学んで、彼の基礎となる実証主義的な態度を確立した。1892年にアメリカに帰国し、漠然とビジネスマンになるつもりでいると、父から数百ドルと共に人生の実際的な面を学ぶまでニューヨークで、 頑張りなさいという手紙が届き、当時26歳のステフェンズは衝撃を受けた。これをきっかけに必死に働き、ニューヨークイブニングポスト紙の記者の仕事にありついたのだった。ステフェンズは、ニューヨークイブニングポスト紙から、コマーシャルアドバタイザーが身を経て、マクルー足に編集者として迎えられた。ニューヨークイブニングポスト紙に勤務した時代には、ジェイコブリースに影響を受け、 極力彼のやり方を真似しようと努めたという。この時期に彼は、ウォール街での仕事とローアーイーストサイドの移民スラムを知り、また若かりし、頃のセオドアル・ーズベルトとも親交を深めた。1900年前後には、ウィリアム・スティーブン・デブリーの汚職を調査し、通列に批判している。またステファンズは、話の種を求めて旅を続ける中で、セントルイスの汚職を取り上げることに決め、 1902年からマクルーア市で最初の連載セントルイスにおけるトゥイード時代を始めた。これらの連載は1904年に都市の恥として一冊の書籍にまとめられた。この本の中でシカゴについて姿勢の非効率までをも通列に批判し、この他セントルイスやミネアポリス、ピッツバーグ、フィラデルフィア、ニューヨークなどを取り上げて調査している。 その後10年ほど、スプリングフィールドリパブリカン紙出身のジョージ・キップ・ターナーによってこの都市シリーズものは引き継がれた。このような報道姿勢は社会に大きな影響を与えた。例えば、都市の恥の出版を機に会計職業は財務報告の問題に目を向け始め、また世紀転換期にステフェンズが住んだグリニッジ・ビレッジなどでは、 彼の暴き出した政治の腐敗が若い知識人の怒りを引き起こした。また1906年には実地のための戦いを表し、各州のマシン政治をシステムと呼んで批判した。さらに、同年、方針の不一致からマクルー足を去った副編集長、ジョン・フィリップスがアメリカンマガジン紙を買収し、ステフェンズもイーダ・ターベルやレイ・スタナード・ベーカー。 ウィリアム・アレン・ホワイト、フィンリー・ピー・ターダンといったマック・レーカーのリーダーたちと共にアメリカンマガジンに移った。後年は社会主義的な思想に傾いていった。ステフェンズはアメリカのリベラルコミュニティの中で反帝国主義派の立場を取っていたと言われており、そのため第一次世界大戦を帝国主義国家間の闘争と捉え、フェビアン協会などとも協力しながら無賠償。 無併合などの勝利なき平和を掲げて反戦的な傾向を強めていった。そしてまた、10月革命においては反戦的立場をとり、連合国からの離脱を唱えたボルシェビキを支持して、ロシアへの経済援助がロシアの中立化とドイツ軍の指揮喪失に役立つことを説いた。ボルシェビキに対しては、経済的民主主義の体制であると捉えたことに加え、メキシコ革命と ロシア革命の調査旅行から両者の本質が後進国の近代化にあると見抜き、第一次世界大戦に横たわる真の争点は、ヨーロッパ諸国のうちどの国を後進国から我々のシステムの中に引き入れるかの選択の問題であって、ボルシェビッキは我々の能率に対する尊敬を持ち、我々の大量生産様式を選望し、 それを模倣すべく計画していると正確に捉えていたという。1931年には自伝を発表したが、これは当時の彼の思想や革新主義の動向を示す興味深い本であるとされている。また同じ年、アラバマ州で起きたスコッツボロー事件に対して、セオドア・ドライサーやドスパソスラと共に抗議活動を行った。エラ・ウィンターという急進派の作家と結婚し、 後に離婚している。また1926年頃には息子のピーターも誕生している。ザデー紙の記事によれば1936年8月9日にステフェンズは心臓病のためにカリフォルニア州カーメルの自宅で死亡した。去年70歳であり、死の間際には別れた妻のエラ・ウィンターと10歳の息子ピーターが彼を見取ったという。 リンカーン・ステフェンズはアメリカでの有名な社会キャンペーンの進歩破棄者の一人とされ、またイーダ・ターベルやアプトン・シンクレア、セオドア・ドライサー、フランク・ノリスなどと並んでマック・レイカーの一人に数えられる。当時、マクルー・ア氏の中ではイーダ・ターベル、レイ、スタナード・ベイカーと共に著名なマック・レイカーの三人のうちの一人に数えられていたが、ポーリーン・ブイ・ヤングは サイエンティフィックソーシャルサーベイズアンドリサーチで、ジェイコブ・リース、アプトン・シンクレアと共に、ステフェンズの名を挙げている。実際、記者としては話を聞き出す能力に長けており、ピーター・ハーツ・ホーンは特に新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストにとって、彼が出くわした中で最も効果的なインタビュアーだったと述べている。同時代においては、セオドア・ルーズベルトにも一定の評価をされていた。 ルーズベルト本人がステフェンズにマックレーカーとは、あなたのことを言ったものではないと語ったという話も残されており、またマックレーカーらの関心を買うべく、ステフェンズにも相談を持ちかけ、顧問のような立場にあると感じさせていた。加えて上述した、ザデー紙の死亡記事では、リンカーン・ステフェンズ、ファースト・マックレーカー・ディエス・アット・ナナジュイヤーズという、見出しの下、以下のように表されている。 From newspaper work in New York, Stephens became a magazine writer and editor and, on recognition as one of the soul, crude school of MacRae King, journalists who are re-in this country exposed, alleged political graft, civic corruption and other social wrongs, he was denounced as an agitator, socialist and red, his articles, however, ワークレジテッドバイアドマイラーズアズインプルービングポリティカルアンドソーシャルコンディションズインアメリカエイワズディスクライブドアズデボーテッドツーザプリンシパルオブヒューマンジャスティスインヒズライティングスウィッチドリューインターナショナルアテンションインヒズレーターヒーコールドヒムセルフェイフィロソフィックコミニストアンドフレンズセットデベロップとエイトレランスフォーイーブンゾーズヒーハードエクスポーズドアンド デナウンスド、ニューヨークの新聞社での仕事から、ステフェンズは雑誌の記者兼編集者となり、この国で早くに疑われていた政治的な賄賂や、姿勢の腐敗、その他の社会的な不正を暴いた、いわゆる、マックレーキングジャーナリストの一人であるという認識を得た。彼は先導者、社会主義者、そして赤であるとも非難された。しかし彼の記事は、支持者によって、 アメリカの政治的、社会的な状況を改善していると信じられていた。彼は記事によって国際的な注目を引き、人間の正義に献身したと言われる。後年、彼は自身を哲学的共産主義者と呼び、そして友人たちが言うには、彼が暴露し非難した人に対してすらも、寛容になった。後に、伊垣商事はステフェンズをマックレイキングのチャンピオンと表し。 誇張や単なるセンセーションだけを目指した書き物も多く、あったマックレーカーの時代において、ステフェンズやイーダ・ターベルらのような多くの時間と労力をかけ、周到な調査や資料収集に基づいた事実からなる告白は、マックレーカーの反とすべきものであったと評価している。長井洋之助は、第一次世界大戦期におけるアメリカのリベラルコミュニティの潮流において、ステフェンズを 反帝国主義派と位置づけており、ミドルクラス的価値とカルチャーに反発し、マシーン政治へ深い理解と同情にも示されるように、革新主義者のモラリズムの自己欺瞞から解放されていたと評価している。また、ステフェンズのような知識人こそが、ロシア革命への20世紀的本質に迫り得たとも述べている。一方で、彼のボルシェビキやメキシコ革命への理解に対しては、 本質を見抜いていたという点で注目に値し、同時に当時のアメリカリベラルのボルシェビキ理解の極限を示しているとした上で、しかしながらステフェンズもまた自己体制のナルシシズムから完全に抜け出せていなかったことを指摘している。ありがとうございます。